知恵袋のご質問にお答えを差し上げましたところ、追加で新しいご質問をいただきまして、何ですかねこれ。もうこれね、ちらっと拝見して、あ、これはちょっと厳しいななんて思ったんですけども、マクローリン展開ですけども、とにかくね、ずっと、ね、悩んでいるということで、解説をご希望というお話ですのでね、やるだけやってみたいと思います。でプログラム、これあれかな、未完成品ということなのかなと思いますけども、このようにお示しをいただいてますのでね、まずこれコピーしまして、ビジュアルスタジオに、はい、貼り付けますと、もうなんかたくさん書かれてますんで、だいぶできてるところかな。さて早速始めたいと思うんですが、まずね、マクローリン展開、なんかもう難しい、もうそう名前聞いただけで、あ、ダメかなってもう正直思っちゃいましたけど、まあそれでね、まあそのだからマクローリン展開っていうのは何なのかと、そこをちょっとね見ていきたい。でちょっと、まあ困った時はこのね、ウィキペディアでちょっと勉強させていただこうかなと。でマクローリン展開って調べたらテイラー展開で出てきたと。テイラー展開という、なんかもっとこのすごいものがあって、それの簡単なバージョンって言っちゃっていいのかな。より一般化したもっともう難しくて大変よと、まあ、大変じゃないか、私が大変なだけで、はい、テイラー展開、これを扱いやすく、そういうことじゃないですか、特別の場合、そういうふうに書いてます。まあそれでね、もう私はこの数学はもうダメだからはっきり言いまして、ですからね、数学的なきちっとした解説ということをご希望の場合はもうダメです。そこはちょっとできないですね。それはそうと、このマクローリン展開なんですかっていうと、あ、これですかとね、特に A イコール0における以下のような展開、ここのね A っていうのがない、あ、こうですか、なんか簡単そう、シグマで N が0から無限大まで、 N の階乗、これ F のカッコの N、このカッコの N っていうのは N 字のどっかに書いてあったな、まあね、ここにありますね、 F のこの右上にね、カッコ N、 F の N 字微分係数であるということですから、なるほどと。じゃあまた微分なんか入っちゃってもどうするの、もう難しいよ、いやだって E の X 乗だもん、微分したら1でしょ、もう何回微分しても、そういうことから、このここね、これがない、1だから1なんで、ここの X の N 乗がまあ単純にここに来たと。あ、これだったらいけるんじゃないのと。ね、X の N 乗を N の階乗で割る。これを足すんだという。あ、これならいいわと。そういうわけです。じゃあ実際にプログラムをね、完成させていきましょう。簡単なところからかな。ちょっとこれね、パワー、べき乗ね。パワーをこういうふうにプログラムで、自力でね、そう、既存の関数じゃなくて、ここで、計算しましょうと。これは別に何？マクローリン展開とかの話じゃなくて、単にべき乗をやればいいんだけど、X の N 乗ですよ。X の N 乗だから、かけイコール X、 これで1乗になるでしょ、これで、これまあ
単に A を X 倍しただけなんだけど、だから1乗なんですけども、 N 乗ですからね、 while 文でまあこんな感じでやってみたらどうかなと、うん、N が1だとしますよ。そうするとマイナスマイナスってこう後に書きますとね、後でマイナス1しますっていう意味だから、後で。だからホワイルの条件判断の中ではまだマイナス1する前の N の値、現状の N の値、 N が仮に1だとしますとホワイルの条件成立。まあこれの省略だから NOT イコール0っていうのは書かなくていいんですよ、うん、書いてもいいです。このままでも構いません。これでもいいんです。で、N が1ということは0以外ですね、条件成立、じゃあ中身これやりますよときたときに、さっきのこれね、後でマイナス1するっていうのがもうマイナス1した後になります、この段階で。それで A を A にね X をかけますよってやって、ホワイルにまた来ましたときに N はマイナス1されてますからね、1だったら0になってる、終わり。従いまして、この形式ホワイルカッコ N 引くと、これね N 回ループすると、そういう意味でお考えください。で、 N が0の場合も大丈夫です。0の場合マイナスしますとマイナス1になるんだけど、それは後でマイナス1になるだけですから、 N が0の場合はホワイル文で条件が偽、フォルスとなりますので、これ実行しません。N が0の場合は X の0乗、0乗って1でしょ、だから A がそのままだからうまくいくねと。でマイナス1乗の時はダメですね、はい、そこはもう今回だからそのマイナスはないから、これね E の X 乗は X の N 乗って、ここね N が0から無限大ってことなんで、マイナスは考えませんね、だから大丈夫。 N がマイナスが来ちゃうとダメなの。マイナス1だと条件成立になっちゃうから、0か0以外かだけを見てますんでね、うん、なのでマイナスが来るとダメなんだけども、今回のこのマクローリン展開におきましてはこれで大丈夫と、そういうわけです。じゃあこれはできたね、うん、X の N 乗うまくいった。次階乗いきましょう。この部分だな、 N の階乗、 N が0より大きい場合、階乗ということですから F かけイコール I ね、 F に I をかけていく、うん、1から始まってますからね。これ if 文もしかして いらなかったりするかな、うん、1から始めて、仮に N が0だとしますと条件不成立ってことで、この for 文実行しませんからね。まあなくてもよかったね、これね。まあいいです。それはそうと。F かけイコール I ということで、かける1、かける2、かける3、かける N までイコールついてますから、かける N までいきますっていうことで、階乗。あ、いいですね。じゃあ階乗もできた。で、マクローリン展開系、計算ね、ご変換かな、計算ね、計算、うん、はい、分母分子とあります。分母のところはこれ N の階乗ですね。で、 N の部分がじゃあ何なのか、うん、っていうと、ここではね N ってなってますけど、これか J っていうことだ、J ですね。それから、分子の方ですね。分子は X の N 乗、はい、N 乗はパワーでしたね。パワーの、X の J 乗、こんな感じで。で、E の X っていう変数ありますけどね、これね。これに
確かシグマだから足し込んでいくってことかな。これね、足すイコール、ここはもう分数だから、分子割る分母、こんな感じで、はい、メインに行きました。で、x イコール、何にしようかなってなってますね。それで、4分で i が0から何回か、回数。じゃあ、e の x 乗、x 1からやってみましょうか。とりあえずね、e の1乗、e そのもの、自然対数の定そのものを見てみたい。10回ぐらいやってみますか。じゃあ。ちょっとこれでどうでしょうね。ビルドしますか。はい、ビルド成功しましたんで、実行します。おお、途中経過が出る仕組みね。負な1や2やだ。ちょっとあれか。桁数が10だとあれだ。20ぐらいに行ってみましょうかね。どうかな。1や2や。今一つ、もうちょっといってみようか。じゃあもう思い切って50ぐらいいってみようか。あ、ダメになっちゃったね。ああ、そうね。会場もあるしね。いいや、あんまり深追いしてもあれだから。じゃあもう、なんだっけ、20なら20で。まあ、こんな感じで。一応できたかなと。じゃあ x を2にしてみようかねと。いいんじゃないですか。わかんないね。電卓でどうかな。あるのこれ。え、あら、ないの。関数電卓、あ、これか。いいの2乗7.3。まあいいんじゃないですか。じゃあこんな感じで、ちょっとちゃんとした説明になったかどうか分かりませんが、どうでしょう。このぐらいでお許しいただければと。私も本当ね、ちょっと別の動画でもお話してますがね、数学はもうちょっとレベルが低いです。数学はもう全然ダメです。ダメなんでね、ダメだけども、あ、これならなんとかできるかなと思って、やるだけやらせていただいたと。そういうわけです。以上です。ご覧いただきましてありがとうございました。これで終わります。